今日は久々 K1 がトップニュース。3月20日代々木大会ワールドマックストーナメントアンダー70キロ16人での開幕戦、そして K1 vs ライズの5対5の対抗戦も発表されました。そしてここで先日のワンの記者会見で K1 の選手を貸してくれと茶取代表から言われて了承。しかしその後連絡が途絶え、会場近くで選手と共にスタンバっているも最後まで声がかからず会場にも入れてもらえなかったという仕打ちを受けてしまいましたが、そのことについてカルロス・キクタープロデューサーは、まだワンからは連絡がない、まっとうなビジネスができる人たちじゃないと思っている、他の団体選手とも情報交換をしたが他の方々たちも同じ扱いを受けていた、日本のマーケットを舐めているのか日本人を舐めているのか、向こうから協力を求めておいて応じたらなしのつぶて、失礼極まりない、グローバルビジネスの基本は各地域の文化などに寄り添うことが基本なのに、それができないなら撤退いただくしかない、世界中のファンドから投資してもらっているワンなのになぜできない、愚痴や怒りじゃなく呆れ果てている、 K1 にもグレゴリアンを一度は貸してくれると言っていた、これに関してはまだどうなるかわからないが、その返事もまだ何もないが、グレゴリアンは元 K1 チャンピオンなのでつながりは今でもある、グレゴリアンのマネージャーは K1 への参戦は乗り気だと言ってくれている、あとはワンからのオファー待ちだと。カルロス・キクタープロデューサー意外と武闘派でした。そして宮田プロデューサーも隣にいて、興行のやり方とかマッチメイクのやり方とか誰かがチャトリさんにちゃんと教えてあげた方がいい、はっきり言って裸の王様、できることもこれじゃできやしない、スタンバってる選手にも謝らなきゃで本当にいい迷惑を受けた、1月28日はクラッシュも重なっているので、まあ手間がなくなったのは良かったけどねと皮肉も。でも青木真也選手の勝利は親しくもしているし期待していますと。さらに宮田プロデューサー、グレゴリアン昔 K1 のベルトを母国アルメニアに持って帰っていいかって言うから、うんいいと言って、でそのままベルトが戻ってきてないので、あのベルト結構高いので3月にもし K1 に出るのならぜひ持参してください、返せ、あすいません返せは言葉悪かったですね、有効的に返還を求めますと。さらにですね、ジャン斉藤さんこんなツイートもしております。榊原さんに 1VSK1 のことを聞くために雷神会見に足を運んだ僕でさえ最後の締めは強烈すぎてツイートできなかったんですが、さすがに全文載せるメディアもなかったようですと。榊原社長の方もチャトリー代表から一旦連絡があり、それじゃあということで1月28日のワン大会を告知するためにタケル選手の登壇などを考えていたのに、その後連絡が途絶えたと言っていたのでこのことに対して怒っていたのかもしれません。でさらにジャン斉藤さん、昨日は地獄の雷かっこ榊原、今日はカルロス砲&宮田マシンガンを浴びるチャトリ、やっぱ榊原社長チャトリ代表に怒っていたのかもしれません。そういえば天心 vs ロッタンの判定の件でライズ伊藤隆代表のことを激怒させたし、次は一体誰が…ハッシュタグチャトリチャレンジと、このように日本格闘技連合軍全員を怒らせたようです。でもここから盛り上がるように持っていくのが榊原社長のいつもの手腕なんですが、でも向こうから連絡がない、応じないことにはまあこの後の盛り上がりも何もないんですが。そして今回の K1 の出場メンバーですね、輪島ひろみ選手に金子明弘選手、久村雅史選手、レオナペタス選手、郡司大斗選手とトップ選手勢ぞろい、カードはまだ後ほどとのこと。そしてグレゴリアンクラスの今はまだ絶対言えない選手も出場予定とのこと。そしてワンからの協力要請がありスタンバっていた選手は2人いると言ってて、そのうちの1人は久村雅史選手だったようで、宮田プロデューサーはごめんねと。久村選手はでもワンから一度オファーが来たということはいい兆しなのではと大人の対応。そしてここでなんとこれからの K1 なんとしてもこの方からのアドバイスがいただきたいと思いと、アドバイザーに就任したのが K1 元プロデューサーの石井館長。
私はプロをやる気はない。アマチュアの子を育ててプロに送る。まずはこの暗い雰囲気を変えていく。最近見ててもお姉ちゃん少ないなとか、かっこ笑い。この10年、世界に K1 の商標がチリジリになっていってしまっていたので、世界で勝負することができなかったが、今ようやっと K1 発足当時と同じ状況に戻った。日本に集まっている。お金なんていうのは集めてくればいい。ワンとかグローリーのチャンピオン知らない。グレ何？チンギスカンも知らない。オタクが知ってるだけで、一般の人たちはみんな知らない。強い人は世界中にいるから、それらの選手を連れてきたらいい。一般の人に響く選手の方がいいし、K1 の選手が世界一になればいいだけ。あくまでもこれは私の意見ね。K1 の今の選手が過去のレジェンドファイターと絡むことは、ホストとかアスとか、もちろん呼べることは呼べるが、意味はないと思う。それより、朝倉未来くんとか、平本蓮くんとかと絡んだ方が今の時代は断然いい。そして、こんなめっちゃいいことも言っておりました。石井館長。テレビにはまだまだ力があると思っていて、テレビをまだまだ活用した方がいい。AKB48 のように、個々の選手を芸能事務所や YouTuber 事務所、いろんなところに所属で預かってもらい、そこでテレビに出たり、取材を受けたりしてアピールして、さらに SNS も使い、試合になれば K1 としてみんな集まる。今は誰かに売ってもらうんじゃなくて、自分でアピールしていかなければいけない時代。そのトータルを K1 で面倒を見る。君はこの方向性はどうだとかね。と。これいいですね。ブレイキングダウン。すごい。1000万回視聴と言っても、テレビの視聴率で言えば 10% 弱なので、今の時代、逆にテレビをうまく使った方がいいかもしれませんね。たったテレビの視聴率 5% でも500万人以上が見ているということになりますから。そのためにはやっぱ面白がられるキャラ付けをしてあげて、そこで勝負すると。なのでゆうちゃみさんの彼氏の久村正史選手は普通にテレビ出れるとしても、他には京太郎選手とか三風呂和樹選手とか朝日沙太陽選手とか受けそうな気がします。石井館長、至極真っ当なこと言ってて、さらに頭も着眼点も良くて、あと覇王色の覇気も持っていたので、今後が楽しみですね。ただ弱点としてはカルマがすぐいっぱいになっちゃうところですかね。業がすぐ溜まっちゃうから。俺んでもこの選手の一人一人のキャラ付けの仕事っていうのをやらせてほしいな。絶対できると思うんだよな。こちらは萩原恭平選手の新年の挨拶という近況報告動画。今週日曜日からアメリカでファイトキャンプしてくる。3月15日に帰ってくる。試合は3月25日。時差ボケはないタイプ。武田との試合決定は武田が SNS で俺とやりたいと言ってきたから。あれ以外の何者でもない。でも、舐められているなとも思った。向こうの魂胆も見えたが、思い通りにはいかん。苦手克服にはちょうどいい相手。自信はめっちゃある。アメリカでの練習、マジでバリー辛くて、時間も長い。有名な UFC ファイターとかもみんなそこに通ってて、その人の家のガレージに集まってる。改造して器具が置いてある。やったことないトレーニングもやり、自信にもなった。前回はアーチュレッタの家でご飯をご馳走になっていたが、行くとまず血液検査をやらされて、大量のサプリメントを飲まされる。もしかしたらちょっと実ってるかもしれない。かっこ笑い。薬を山盛り飲まされる。カロリーから何から全てアーチュレッタの奥さんと共有してご飯を出してくれる。日本で練習しているつもりだったが、全然甘かった。それにアメリカでも試合をしたいと思っている。前回行った時、実はそのチャンスがあったが、契約で無理だった。アーチュレッタのマネージャーが試合を探してきてくれる。武田をぶっ飛ばして、今年はアメリカでも試合をすると。そして、アーチュレッタはモンスターと契約してて、モンスターの服というのは通常売ってなくて、選手に配る分だけというブランディングを取っているそうです。ちなみにレッドブルはレッドなのに血が出る系のスポンサーはやってないらしいですね。そして萩原恭平選手目線で、スモーカーの若い子でまだライジン行ける子はいない。でもチャンスが来たらみんな
とりあえずイエスやどと。またアメリカで実ってくる。変なのは入ってないと思う。ビタミン系らしいということでした。私もタイで声かけた女の子の家に行って知らない薬飲まされたことありますが、あれは何だったんだろう。特に何もなかったんだけど、もしかしたら実っていたのかもしれません。あ、そうだ。ちなみに私の友達、タイで会社に勤めてて、飲み屋で女の子に薬を渡されて、それを飲んだら、それが、まあ、違法のやつらしくて、まあ、実際にはどうかわかんないんですが、警察もグルで、近くにスタンバってて、飲み屋の中でですよ。で、逮捕されて、実際に檻に入って、向こうは罪が重いらしく、何十年も入るところ、勤め先の上司が警官に、賄賂、まあ、刑務官っていうのかな、何十万円か渡して、釈放されたことがあるっていうのを数年経ってからケロッと喋ってて、仲いいのに、そんな危ないギリギリだったのに、別にずっとこっちに行ってこなかったってことは本人の中でそれを重く見てなかったんだって思ったことはあります。はい、なんかはめられたみたいなんですけど、賄賂システム知らなかったらマジで食らってたらしく、あー、まあ危なかったよねって軽く言ってました。それはね、肝が太いとは特に思わなかったな。ただ抜けてるだけでしょ。そしてこちら、朝倉海選手の YouTube で JTT の新年会というもので、朝倉海選手、試合前は規則正しい生活をしてて、今は酒飲んだりしているので体調不良、試合時より今の方が体重が軽いと。そしてマジで UFC のチャンピオンに俺はなる、笑ってるやつもいるがマジで取りますからと。堀弁護士はプライベートの予定何も入れてない、いつでも応援に行けるように、自分的にはライジンで一回防衛戦をすれば UFC に行かなくてもベラトールのチャンピオン、パッチミックスとか世界最高峰レベルの選手たちが向こうから勝手に集まってくると思うよと。朝倉海選手、僕としては UFC のチャンピオンになって世界中のファンをライジンに連れて帰ってきたいんですと。これは何回聞いてもいい言葉ですね。そして白川陸人選手は、前回負けたらディープからやり直しもありえると笹原さんに言われておりましたが、本人的には神戸大会に出たいと思っているらしいです。そしてここで西谷大成選手登場で、ひろやくんは負けてもライジンに出れてるなら勝っても意味ないと俺は考え始めてて、だったらどちらにせよライジンに出れる努力をしていこうと思っている、これは悪い意味じゃなくてと。確かに3連敗で出れる方法があるならそっちを探した方がいいかもしれませんね。まあ数字持ってる人に取り入るのが一番の近道。それとやっぱりイケメンかどうかも重要しですかね。そして西谷大成選手が、周りはお前はやればできるとか言ってくれるが、僕は邪悪な性質も持っているので、ああ言えばこう言ってしまうとダダをこねるも、朝倉海選手が、でもビリーエリーは理屈も全部話してくれるし100点の答えを返してくれるし、英語が分かんなかったら俺も間に入るし、一回信じてやってみたら絶対に強くなるから、今まで聞いたことがない技術もあるし、俺もヒロヤも証明してるじゃん。西谷大成選手、俺だって試合にちゃんと勝って証明してますよ。朝倉海選手、でも俺みたいな強敵と戦ってないじゃん、だから日誌ももっと強くなるよ。西谷大成選手、でも僕は自分の実力で倒したいんです。朝倉海選手、それもいいんだけどさ、せっかく目の前にいい環境があるし、チーム一丸となってやった方が強くなるし、ニッシーとしても絶対そっちの方がいいと思うよ。セコンドも俺入るからさ、と。ここまで来て、ようやっと西谷大成選手、お願いします、と。はい。朝倉海選手、人格も前よりアップしてますよね。ゆりかごから墓場まで、全部手取り、足取り、お世話してあげておりました。ゆりかごから墓場までとはこういうの言わないのかな。得、きっと溜まりまくってますね。そしてその環境にあぐらをかく西谷大成選手、いいものを見れました。これは朝倉海というよりは朝倉愛ですね。こちらは白川陸人選手のもう10日ぐらい前の YouTube からで、朝倉未来選手の地元の友達聖也くんと特攻隊長のデンジャラスブラザーズとのコラボ、朝倉未来選手の地元時代の話ということで、まず聖也くんと朝倉未来選手は小学校が一緒だったらしいです。仲が深くなったのは中学校から。特攻隊長、ミクルは本当に3度の飯より喧嘩が好きで、とにかく喧嘩っぱいかった。何かあると電話が来て、今から喧嘩あるから一緒に行こうよって合コンのノリで誘ってきて、よく一緒に行っていた。ある日寝ていたらメールが来て、どこどこの地区の一番強いやつ倒して制覇した
とも送られてきたことがあると。もうその力を勉強に向けていたらね。で、なぜそんなに喧嘩が多かったかというと、先輩らがあいつと揉めているから代わりに喧嘩してほしいとの依頼がよく来ていたかららしいです。それで近くの神社とかでギャラリーが30人ぐらいいるところで喧嘩をしていたというと、白川陸斗選手は、おお、クローズや、と。これはよくクローズでも見る場面でしたね。特に五穀神社ね。クローズでおなじみ。で、朝倉未来選手はその時はハイキックで相手を失神させたそうです。これはクローズでいうところの花木グリコの必殺技と同じですね。ミルコークロコップから多分頂戴したやつですね。見えない灰って。多分同じぐらいの時期に連載されてましたからね。そして有名なヤクザ事務所に乗り込んだ事件、暴走行為をしていたらヤクザが来て、みんな直立不動の中、ミクルだけタバコを吸ってて、ヘルメットでぶん殴られ、ヤクザが帰った後も怒りが収まらない朝倉ミクル選手は事務所に乗り込んだ。この時まだ若干16歳だったようです。白川陸斗選手、ミックン最近までトゲトゲしかったからね。でもここ最近は超温和になった。特攻隊長、一回だけミクルと喧嘩したことがある。先輩といて、今から遊ぼうと電話で言われて、無理と言ってきり、その20分後またかかってきて、今からお前とタイマン張るからここに来い、うるせえ、黙って来いと言われて公園に行ったら、気に食わねえと言われた。多分今無理の言い方か、断ったことに腹を立てていたようで、殴りかかったら左フックを合わせられて口の中血だらけでギブした。でも俺の左フックで立ってるやつは初めてだと言われて、そこからさらに仲良くなった。怒鳴っているのは一回も見たことがない。切れるとむしろ逆に声がどんどん小さくなっていき、それがまた凄みを増すということでした。はい、結構エピソードが被ってますけど、本当に話せないやつとか多いのかな。でも格闘技より喧嘩の方がね、需要があるって発掘したのは本当に発見ですね。そしてこちら、1月3日深夜からのピットブルブラザーズと懇意にしているフェルナンド選手のインスタライブの模様となります。まず山本聖吾選手の話を振られ、ここは過去揉めておりましたので、フェルナンド選手言っていいんかな、山本聖吾の次のブラックコンバットでの相手、俺には弱い選手としか試合せえへんって言ってたくせに、次の山本聖吾の相手1勝1敗ふざけんなよ、1勝1敗の人と試合して随分調子乗るやんと、喧嘩上等スタイル。そしてフェルナンド選手、今はずっと JTT で練習してる。 JTT での給料の話はしない。朝倉未来選手もすでに練習に来てる。今年パトリッキー日本来ると思う。パトリッシオも一緒に来ると思うが、パトリッシオは2月に PFL で試合がある。その後鈴木千尋とも試合したいと言っている。パトリッキーもまた日本で試合したいと言っている。最近よくほぼ毎日話をしていると。パトリシオ・ピットブル選手、鈴木千尋選手とまだその気あるようです。鈴木千尋選手、この後も勝ちまくって、そこまで行って、そこも勝っちゃったら、本当にやばいです。堀江くんとは仲がいい。いつも話をしている。ビールの話とかする。貴健心くんはこの間、赤坂を歩いてて、話しかけて少し話した。自分は JTT では、グラップリングとセミプロに教えている。朝のプロレーにも出ている。JTT 所属に、多分今後なる。でもピットブルブラザーズという名前も持っていたいし、そのあたりは話し合いになる。昼疲れててマットの上で寝ちゃって、パッと起きたらミクル君が目の前にいて笑ってた。原口健人君のキッククラス、自分に合うし人も良くてめっちゃ良かった。自分は今37歳。日本の選手なら金原正則選手が好き。ああなりたい。浩二選手と次やりたかった。美味しいから。浩二選手のことは好き。山本聖吾、自分が弱い選手とやってるからもう興味ない。オファー来ても受けない。アラン・ヒロ・ヤマニハとは仲がいい。試合はしないと。以上です。そしてこちらはクラッシュ元王者三風呂和樹選手の1月17日深夜12時30分からのインスタライブの模様。三風呂選手、髪の毛を青にしてました。今年でまだ23歳だと。こんな若かったんですね。ここで前回戦ったお騒がせファイター新田選手が見始めて、コラボするかと。しばらくして新田選手が登場。新田選手、ミブー、俺 K1 アワードの招待来てないんだけど。ミブロ選手、新田はノックアウトファイターじゃないの？新田選手、俺 K1 ファイターだから。それにさ、俺が今揉めてる宇沢って雑魚は認められんね。ミブロ選手、宇沢さん、
俺同じジムだから。新田選手、宇沢は弱いよね、ヒヒヒヒ。三浦選手、いや強いよ、俺調整やってもらったこともあるし。新田選手、だから首ヘルニアになっちゃったんじゃないの、ヒヒヒ。三浦選手、悪いわほんと。新田選手、宇沢は別に切れてもいいよ、あいつ弱いもん。三浦選手、記者会見の時の俺のやった熱々おでん、俺ああいうのあの後一人で全部食ってるからね。新田選手、次は熱々小籠包にしようよ。ここでオーヤンフェン選手の名前が少し前に出ていたので、三浦選手、それはこの間和島ひろみ選手に勝ったオーヤンフェンにさせようよ、かっこ笑い。黒田東馬の時の煽り V で一回おでんの汁を胸にかけるのをやったらマジで大やけどしてセリフが全部飛んだ、皮がめくれた。新田選手、煽り V も記者会見も金が出ない、地方から来る選手には交通費は出る。三浦選手、韓国人とやった時の煽り V で空に向かって大きめの声でカムサハムニだって言ってくださいと言われたので、超大声で言ったら逆にでかすぎる、苦情来るんでやめてくださいと言われた。野田葵選手のブレイキングダウン参戦については、新田選手、どうぞご勝手に、プロでやれないと見越してそっちに行ったのかと思っちゃう。三浦選手、負けないで、本人なりの考え方があったんじゃないかな、でも話したこともない、ブレイキングダウンで終わるつもりはないんじゃない。新田選手、そこで終わるつもりはないって、じゃあ何かな、ミャンマーラウェイとか行くのかな。三浦選手、ああその手前ぐらいじゃない。新田選手、ロシアのベアナックルファイトですか、あれ結構ギャラいいらしいね、ロシア人のバンタム級の選手とかっているのかな、中3とか小6ぐらいの体重じゃない、53キロといったら。三浦選手、スペインのババヤンとやったが、 SNS 見たらフォロワー2万人ぐらいいて、ベルトを7本ぐらいかけてて結構な有名人だった。韓国人とやった時は記者会見で、ここはベッドなのであなたを眠らせてあげると言われて、韓国人の質疑のターンばかり多くて、そこで本当に眠くなった。新田選手、三浦との会見、いつもは俺一人よがりになっちゃってるから、次は相手に乗っかろうと決めていた、そしたら熱々おでんだったので困った。三浦選手、俺も乗ってくるなんて聞いてなかったから予想外だった、お前もやんのかいと思った。三浦選手、俺はアマチュアの頃 NJKF とビッグマン、それとムエタイにも出ていた。三浦選手、俺も小さい時ずっとムエタイをやっていたので、タイとかでムエタイに出てた。石井一世くんのところのウォーワンチャイジム、カズキウォーワンチャイでやってて、2回連続 KO 負けして、1回はバック肘で本当に失明したと思って、1ヶ月後今度は同じところに膝を食らって、ああもう終わったと思った。昔友達が俺の部屋で勝手にムエタイの頭に装着するモンコンを勝手につけてて、踊って遊んでたからやめろと注意した。そしたらそいつ柔道部だったんだけど、20人ぐらいいるメンバーで、ただ一人だけ県大会に行くことができなくて、その呪いにあいつビビってた。新田選手、会場とかの知らない人にモンコンかぶせればいいんじゃない、それで1ヶ月後に近況聞いて今 ICU ですとか、めっちゃそのモンコン欲しいわ。この間の K1 大阪の前にレオナさんにミブそれかぶせたろ。三浦選手、品川朝日くんとアマチュアでやったこともある、勝ったと思ったが負けた。吉成なだかくんとは練習でやったことがある、高校の試験で1年格闘技を休止していた期間がある。タイはもう行かない、体調を崩した、飯が合わない、ライチみたいなやつを爆食いしたらそれ発熱性のある食べ物だよって言われて本当に死にそうになった、と。以上です。三浦和樹選手は光の戦士、新田選手はひねくれてて、どちらもイメージ通りで良かったです。そしてこちらは今度レーナ選手と対戦することが決まっている新ユリ選手、大変お困りのようです。日本のキモ格オタにより、最初は日本の格オタたちからビューティフルなどと DM が届き、ありがとうございますハートなどと返していたんですが、その後はですね、バナナの絵文字と汗の絵文字、これは射精を意味しているんでしょうか、さらにジャパニーズザーメン、ジャパニーズ SEX、 オーイエスユリ、ユリインザージャパン、
マイビッグペニスなどなどと届いていたようで、これスクショでアップしてくれてるんですが、新百合選手しばらく DM を確認しませんと投稿しております。はい、私もですね、毎日こんだけたくさん話していれば自分が言ったことでブーメランで帰ってくることもあると思うんですが、こういうことだけは絶対に 100% しないっていう自信ありますね。はい、まあ当たり前ですけど、こんなこと言って何が面白いんでしょうか。そしてこちら、ジャン斉藤さん、ニコニコ動画ドロップキックチャンネルよりで、ゲスト、プロレスに転向した佐々木ウルカ選手。体大きくするの大変だった。もともと体が大きくなりやすいタイプだったが、腹回りばっかりついてしまうので、そこがちょっと恥ずかしい。格闘技には、胸筋はいらないが、プロレスだとないとチョップを食らうと痛い。MMA の減量は本当にきつかった。プロレスの練習は、実はデビューの1年前からやっていた。受け身から始めた。特にノアのマットは硬いのでしんどかったと。今回はここまでで。そしてこちらは貴健信選手。今松本人志さんの問題で世間は揺れておりますが、圧倒的に松本人志さん支持で、その8年前にいろいろあった女性のことを、そりゃバカ女だななどと言っていたんですが、その理由が発覚いたしました。松本人志さんはアマプラのドキュメンタリーで貴乃花親方を使ってくださったり、濱田さんは貴乃花部屋消滅後、南砂のスナモっていうデパートでロケしている時遭遇して、貴乃花親方に応援してるって伝えてって言ってくれた。あと君のことも応援してるよって言っていただいた。その時からずっと恩を感じていると、このようなことがあったようです。でこの時私が見た時にですね、2件コメントがついてて、で1件がすごい良くて、で1件が全然良くなかったんですが、いい方がまずいいお話、人の目より自分の目よねと。なるほどね、世間がどう言おうが自分の目で見たもの、自分の考えが全てということですね。でもう一個が、そんなこといいから早くすだりを潰してくれと、はい、馬の耳に念仏とはこのことですね。はい、というわけで本日は以上となります。皆さん、イラスト屋のイラスト好きですか？クソだろあんなもんまあ私もね使ってるんですけど、でもあれはっきり言って全然この世の中のものを全て網羅できていないですよね。たくさんあるみたいな顔をしておきながらしてるか分かりませんが、青木真也選手が最近よく言ってるのがカルマの生産、元は元 K1 プロデューサーの石井館長の、まあ、アットシーなのか、そこを初らしいんですけど、いいことが起きすぎたり贅沢しすぎたりすると人間としての業、カルマが溜まっていって、それが8割9割の時に死んじゃうと自分が地獄に行く。でもそれを石井館長言うところの逮捕されたり、一回自分の身にダメージのあることが起きると、それがカルマの生産で溜まっていた業がゼロになって、そこからまた快活に日々送れる、生きれるという、まあただの勝手な石井館長の思想なんですけど、でそのカルマの生産のイラストぴったりの画像ってイラスト屋にあんの？おいおい、あんまでかい顔すんなよというところで、私それにぴったりの画像を持ってますから、はい、ええ、お正月ですね、神田明神に行って、近くに昔の学問所湯島聖堂もあるんで、まあそこも寄ったんですね。そこにこういうのがあるのを知ってます？これがもうそれなんですけど、これ皆さん読めますでしょうか。これユーザの木っていう、湯島聖堂は、まあ、孔子の儒教に習ってのものなので中国から伝わったやつで、こんな仰々しいものを作ってますけど、実用的ではなくて戒めのためのもので、しかも湯島聖堂の本堂の中に200円払うと見れるちょっとした博物館みたいのもあるんですけど、これの小型のやつも置いてありまして、相当これをプッシュしてるんですけど、でこれ最初は亀がここですね、バケツの部分がへたってるんですけど、少し水を入れるとこの亀がシャンと立つんですよ。でそれが8分目ぐらいまでは亀が水平に保たれているんですけど、それ以上入れるとバランスが崩れて亀がひっくり返って中の水が全部出ちゃうというもので、つまり過ぎたるは及ばざるがごとし、腹8分目ぐらいまでにしておけよ、それを過ぎるとこれまでの分も全部なくなっちゃうからなというもので、どうですかこれカルマ8、9割溜まったところで一気に生産されてゼロになるのと一緒じゃないですか。どうですかこのシンクロニシティ率。ということで、これからカルマの生産の話を当チャンネルでするときはこの画像を使います。おいイラスト屋、これがプロの仕事だと、はい、コスパ悪いよね。俺と青木真也選手と石井元館長しか使わないのに。
あ、あといつもここですね、駐車場1200円ぐらいなのに今回15分500円もして3000円もしました。正月価格なめんなよと。これもカルマの精算でしょうか。いや、これはただの料金所の精算の気もしますが、はい、オチもついたところで本日はここまで。高評価、チャンネル登録、通知をポチッとオンにして、また聞いてね。本日も良い格闘ライフを。